結構気がつくと深い呼吸をしてなかったなっていうことがあるので、たまに気がついたら深呼吸をしたりとか、背筋を伸ばしてみたり、あるいはもうちょっとスペースがあるようだったらちょっとこうストレッチしてみたりとか、そういったことで少しリフレッシュだったりとか体にいいことができたらいいなというふうに思ってます。今回横浜で撮影していて、雑貨屋さんを見てみたりとか、ちょっと誰かに何かプレゼントあるかななんていうものを、いいのがあったら例えば誕生日から半年ぐらい前でも向かって撮っておいたりとか探したりするのもすごく気分転換になるかなっていうふうに思います。モデルとして海外で現場に行ったことは何度かあるんですけれども、同じようなカメラ前でものを表現するっていう仕事だったとしても、少しずつ作法というか業界用語みたいなものも全然違っていたので、それですごく興味深くて面白いなと思ったので、きっとおそらくいろんな国によっていろんなものの呼び方だったりとか現場の流れだったり考え方一つ一つ異なると思うので、そういったものを見れたらすごく面白そうだなって思います。せっかく今フランスのパリに住んでいるので、何かしらパリを舞台にしたものがあったらやりたいなっていうふうに思います。まあ、今絶賛語学も勉強中ではあるんですけれども、例えば見知らぬ人と通りすがりに話をするっていうことが結構海外だと多いので、それでお互いのファッションというか、あ、それ素敵ねとか、今あなたたち何の言葉喋ってるのみたいなことはよく聞かれるんですけれども、なんか一問一答みたいになってしまって、どうしてもそこから会話がなんか広がらないので、よくカフェとかを見てると、なんかその場で喋ってて、じゃあみたいな感じでしばらく喋ってる人とかもよく見かけるので、あ、いつかそこまで喋れるようになれたらいいなっていうふうに思います。そうですね、子供を連れて日本にいる時にまたパリに戻る日は結構何人も友達が集まってくれて、パッキングも手伝ってくれるんですけど、その間子供と遊んでくれたりとか、あるいはなんか久しぶりの会話を咲かせたりとか、なんかそういった感じで結構恒例行事みたいな感じになってるので、それがすごいみんな忙しい中で集まってくれたりとか嬉しいなっていうふうに思います。子供がいてなんかパッキングをするっていうのは結構難易度が高く、いろいろ逆に物を詰められちゃったりとか抜かれたりとかいろいろあるので、重さのこととか分量のこととかもあったりするので、まあちょっと苦手っていうのもあるので、結構得意な友達が測りながらパッキングしてくれたりして、私は私にしかできない例えば物を逆に整理していく、今の家を整理していくとか、そういう風にみんなが役割分担をしながらやっています。パリも暑いんですが、クーラーがあんまりないので、結構逃げ場がないというかそうですね、ちょっとこうやって涼しいっていうのがあんまりないので、まずは水分補給、どうしても私は水分を取るの忘れがちなので、意識して、お水を飲むと、逆に温かいお風呂とか温かい飲み物を飲んだりして、ちょっとこう汗をかいて涼しくするとか、何かこう取り入れるもので涼を感じたいなと思ってます。ここ最近はすごくカラフルな色を見つけることが多くて、子供から見ても遠くから見ても分かりやすいようにっていうこともあったんですけれども、色がくれる力というか、すごく元気になったり気持ちがなんか明るくなったりするような気がしていて、ニットっていうお話いただいた時に、何かカラフルなものがいいですっていうふうにご提案させていただいて、色の見本でしたりとか、実際にこの大きさまで作っていただいて、何色か比べてみてっていうので、静と動
両方いけるカラフルさというか、すごく大人っぽくシックにもできるし、活発に明るく着こなすこともできるしっていう、ピカピカではなくて少し落ち着いているけれども、でも暗すぎなかったりとか、ブルーの方も少し目が覚めるようなハッとした色合いもあれば、少し落ち着いている2つのニュアンスが組み合わさったそれぞれの2色の魅力があるかなっていうふうに感じました。デニムだったりパンツスタイルでさらっと着ることもできるし、スカートに合わせたりとか、ワイドでもタイトでもすごく両方素敵かなっていうふうに感じました。